ミレニアムホールふれあいコンサート、音遊び親子音楽会は、台東区教育委員会と東京芸術大学が協力して開催する催しで、音遊び音育ちをテーマに、子どもたちが音や音楽で遊び成長することを目的とした、子どもから大人まで家族で参加して楽しめるコンサートです。出演するのは、東京芸術大学で音楽療法を研究・実践する若手研究者を中心に構成された音楽集団、音遊び音楽隊のリーダー、今野孝子さんと菊池由紀子さん。そして、東京芸術大学の OB で、現在も各ジャンルで活躍している素敵な仲間、バリトン歌手の春日康人さんと、打楽器奏者の吉田海さんです。20回目の開催となる今回は、子どもたちも知っている童謡やクラシックの名曲をはじめ、楽器に触って合奏したり、手拍子でリズムアンサンブルにも挑戦します。心を豊かにする素敵な音楽を一緒にお楽しみください。みんなで一緒に、あーあーお腹が減ったなって言ってみますよ。3、はい、あーお腹が減ったな。みんなの大きい音聞こえた。でもちょっとわかったね。吉田さんがなんか持ってます。これね、クイーカっていう楽器なんです。で、そう、見た目は太鼓ですね。なんですけども、中に秘密があって、中に棒がついていて、これを濡れた布でこすると、不思議ですね。じゃあ今度はこのクイーカと一緒にお腹の減る歌を歌いたいと思います。食べないと減るのかな。いくら食べても減るもんな。母ちゃん母ちゃん、お腹と背中がくっつくぞ。こちらの楽器、見たことあるよって人いますか？はーい。あまり知らない子の方が多いかな。これ、トーン
チャイムっていう楽器なんです。そう、音の鐘をトーンチャイムというふうに言っております。うん、これね、しっかり握って振るだけで素敵な音がするんです。このトーンチャイムを皆さんにお配りします。はい、では皆様は好きなように自由に音を鳴らして、そしてみんなの音に耳を傾けてください。ドンキ山に日は落ちてを演奏します。挟んだ真ん中の皆様、今日は、鈴木さんの真似をしてブロッコリーのリズムを叩いてください。3、はい、ブロッコリー、そう、ブロッコリー、はい、では通路挟んでこちら側の皆様、今日は角田さんの真似をしてください。卵丼です。3、はい、卵丼、ドン。さあ、お待たせしました。通路挟んでドラムセット側の皆様、今日はかぼちゃです。3、はい、うんうん、かぼちゃ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 、素晴らしい、続けていてください。南の島のハメハメ派大王です。
お家へ帰ろうをお送りします。